しら。なになに？お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。いいかしら。よし、ちょっと。キリタ君、この新しいメニューなんだけど試してみた？飲んでみようかな。うちでは時々食べてたよね、マフィン。SAO の料理って現実とは結構かけ離れた味がしたりするから、どうしようかな。何よそれ、まずかったらキリト君の料理と交換ね。リーファさんとパパは本当に仲がいいんですね。え、そうかな。来やすい距離感があるよね。うんうん、キリトが一番打ち解けてるのってやっぱりリーファなのよね。から一緒って関係はもう後から気づけないもんね。いいなぁ。やだな、みんな兄弟って言ってもいいことばかりじゃないよ。お互いのいいところも悪いところも全部筒抜けだし、でもそれを差し引いても羨ましいですよ、その仲の良さは。それじゃあ試しにみんなでパパの妹になってみたらどうでしょう。それってどういうこと？だからリーファさんを真似てパパの妹として振る舞ってみるんです。同じくらいパパと仲良しになれるはずです。なるほど、要するにごっこ遊びってことね。
は面白そうかも。キリトの妹になって仲良く。きっと楽しいですよ。私もママもリズベットさんもシリカさんもシノンさんもフィリアさんもみんなパパの妹さんです。あ、リーファさんはご指導をお願いいたします。え、私が指導？私たちはパパの妹初心者ですから、ちゃんと妹ができてるかベテラン妹としてチェックしてください。うん、わかった。そういうわけでお兄ちゃん、これからよろしくお願いします。私も一応リアルで妹なんだけど、キリト君の妹だとどんな感じかな。キリト、お兄ちゃん。あ、ダメ、ダメです。恥ずかしすぎます。方が恥ずかしくないかな。キリトお兄ちゃん、宿題でわからないところがあるの。私も向こうに戻ったらやってみよう。お兄ちゃん、今日は一緒に寝ましょう。ちょっとゆいちゃん、妹はお兄ちゃんと一緒には寝ないんだよ。そういったこともあったけど。わーい、お兄ちゃん大好きです。ゆいちゃんはパパがお兄ちゃんに変わっただけというか。難しいです。もっと妹の情報を集めなくてはいけないですね。よし、それじゃあ次は私が。ねえ、お兄ちゃん。この前、近くにおしゃれなレストランができたから行ってみたいんだけど。でも、そういうお店って、一人だとちょっと入りにくくて。
うかな、お兄ちゃん。全然大丈夫だよ。お兄ちゃんは私の自慢なんだから、彼女だと思われたらむしろ誇らしいくらいだもん。フィリアさん、何か妹にかこつけてデートに誘っていません？そんなことはないよ。あ、ね、お兄ちゃん。この手を使えば駅前のケーキ屋さんのカップル限定ケーキが食べられるかも。ちょっと兄貴、あたしという可愛い妹をほっぽって他の子にかまけてるってどういうこと？ほらほら兄貴、可愛い妹の肩もんでおやつをご馳走して。ダメですよ、妹になるのが目的なんですから。今妹のあるべき姿の情報を集めてきました。するものなんです。そしてお兄ちゃんのお嫁さんになりたいと思っているんですよ。そうだったの？ない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 、そんなこと絶対ないから。ごめんね、私が体が弱いばっかりにお兄ちゃんに迷惑ばっかりかけて。
お兄ちゃん。もし、もし、私が、今度の誕生日を、迎えられたら。その時は、私のこと、お嫁さんにしてくれる？私たち兄弟だけど、お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ダメ、かな。ダメに決まってるでしょ！何やってんのよ、リズ。いや、なんかやってるうちに楽しくなってきちゃって。なんかだんだんよくわからない展開になってきてる。ほら、お兄ちゃん注文してたチーズマフィンが来たよ。食べる？チーズケーキも頼んであるよ。来たら一緒に食べようね。お兄ちゃんはケーキに目がないもんね。今度うちでも作ってあげる。妹だと思います。キリト君が望むなら、私はこれからずっと妹になってもいいよ。シナンさんだけですよ。勇気を出して妹になってください。やっぱり私もやるのね。ちゃん、こんなにたくさん妹がいるけど、どの妹が一番好き？そんなに驚かなくてもいいじゃない。教えてよ、お兄ちゃん。もうメロメロよ。でも演技じゃないですか。まあそれを言っちゃ全員演技なんだけどね。それはまあそうですけど。
兄ちゃん。そうなの、ずるいです。何よ、ちょっとつまらない結論じゃない。そうね。でも恋人にならなれるわよ。あ、キリトの場合はアスナがいるから愛人か。新しいキリトの反応を見るチャンス。